ごきげんよう、山口彩希です。今日は日の丸フェスティバルです。パレード、イエーイ、東京に来てます。じゃん、ここでね、見えるかな、日の丸フェスティバル。今年は2022ということで、今年もパレードします。ちょっと雨がね、微妙に降りそうで降らないそうで微妙なんですけど、予報は一応雨予報なんですけど、でもそんなん元気で吹っ飛ばして、みんなで日の丸パレード歩いていきたいと思います。今日も一日頑張ります。ちょっと様子をね、少し動画にしたいなと思いますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしく、ベイビー。これ京都で買ったやつ、これぶら下げていきます。えいえい、おー、今から日の丸パレード行きまーす。長い長い。六角武士と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。ありがとうございます。日の丸のリストバンド見せてもらって。一緒に歩きます。ありがとうございます。バイキンマイクつけてもらいました。アイやっちゃった、ま、びちょびちょなりました。今日も一日お疲れ様です。楽しかったですね。楽しかったです。最高でした。一緒に歩いてくれてありがとうございます。日の丸パレード終わりました。ということで、日の丸フェスティバル終わりました。あ、パレード終わりました。で、雨降ってきた。終わった瞬間雨とかすごい、やっぱ日頃の行いですね。ということで、今日は一日本当にたくさんの方の笑顔を見れました。ほんの素晴らしかった。外国の方もそうやけど、もう日本の方もね、子供ちゃんもバイバイって日の丸振ってくれて最高に楽しかったです。よかったら皆さん、日の丸フェスティバルのホームページ見てみてくださいね。よろしく。今日はありがとうございました。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。山口彩希でした。バイバーイ。ちょ、ホテルでかすぎな。天井やば。ホテル。わかる？このホテルのでかさ。めっちゃ綺麗なホテル。今回のホテル。じゃーん。これでも5時から何？ 9 時か、うん、9時まで2時間コーヒーとかワイン飲み放題やねんて、無料で。もう全然時間もないし、全然あの、なんやろ、その時間帯ここにおれへんから行かれへんけど、めっ
ちゃいいやん。ワイン飲みたいな。ワインワイン。まあちょっとお部屋で休憩します。今コンビニに行ったらすごい魅力的なものに出会ったのですぐ手が出ちゃいました。じゃん、赤坂ビール。はあ、この赤坂ビールを頑張った証に飲みたいと思います。ちょっと着替えます、あやき。この後予定があるんですけど、冬までちょっとこの髪の毛を直したいと思います。ちょっとくくってたからこんな感じ。このビールを飲みたいんですけど、栓抜きがないから栓抜きをもらいに行ってきます。ちょっとアイロンの途中やけども栓抜きが来ました。イエーイ。ちょっと髪の毛後でする。じゃあこの気になってたビールを飲みたいと思います。え、どうやって開けろ。どうやって開けるの。あ、こうね。じゃあお疲れ様。オープンザウェイ。あ、また写真撮らして。写真。いきます。おお、ポテチも食べます。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。じゃん。待って、めっちゃ美味しい。何これ、飲みやすさナンバーワンやって書いてんねんけど、これ飲めんじゃん。あ、アルコール 4.5 はちょっとあれかな。めっちゃ美味しい赤坂ビール。黒ハーフって何、黒いんかな。めっちゃ美味しい。癒される。ビール飲みながらちょっと用意したいと思います。この後もちょっと予定があるので。予定っても本当にそんなに、その仕事とかではなく、もう普通のその予定やね。髪の毛綺麗にアイロンし終わりました。今ちょっと出てるか、静か。あー、うまい。今日の日の丸パレードすごく良かったです。もうみんながこう笑顔で手を振ってくれて、子供もみんな手を振ってくれてよかったな。ああいうなんか柔らかく日の丸パレードというか行進するっていうのはすごくいいことですよね。いろんなこう発信の仕方とか伝え方とかあると思うんですけど、全てね、私はいいと思うし素晴らしいことだなと思うんですけど、私のやってる音楽もそうやし、方向性っていうのがすごく合致しているパレードだなと思いました。すごい温かみのある、柔らかい優しいふわっとした感じがすごく良かったなと思いました。で、綺麗な着物姿の人も、綺麗な着物姿の女性もいっぱい見れますし、日本の文化にも触れれるというのですごい素晴らしいイベントだったなと思いました。卵食べよう。見ていただいて。